穴からなんか足いっぱいが出てるし。はい、動画をご覧いただきありがとうございます。プラネットコースターコンソール版続きをプレイしていきたいと思います。今回は、前回に引き続き、キャプテンロック城の埋められた財宝ビギナー編とをプレイしていきたいと思います。で、前回こちらの海賊の戦いというシナリオをクリアしたので、今回はこちらの怪物の目覚め、エンジニアの不幸な死の噂によりパークのスタッフが揃って辞職してしまった。この特売価格は絶好のチャンス。新しいスタッフを雇ってパークを完成させよう。地下の奇妙な騒音についての報告は無視だ。心配することなど何もないはずだから。ちょっといわく付きのパークを買い取ってそれを、まあ、復興させようみたいな感じなのかな。はい、それではプレイしていきたいと思います。さて、今度のパークでは普段とはまた違った試練が待ち受けているかもしれない。過去にスタッフとちょいと問題になったことがあるんだ。ああ、まさか海の怪物に食べられたとかじゃないよね。そんなとこ絶対に行かないから。ルーシー、クラーケンの噂はただの出まかせだって君も分かっているだろう。あれはただの機械のアトラクションで、たまたま、本当にたまたま数人のスタッフが落ちて口から飲み込まれてしまっただけだ。もちろん全員無事だったよ。それにクラーケンはこないだオープンして新しい地下ライドの目玉アトラクションになるはずで。地下のアトラクション？オーケー、やる気出てきた。さあ行こう。プライオリティパス。ライドの行列をスキップするためにお客さんはプライオリティパスを買うこともできます。いわゆるファストパスってやつだね。プライオリティパスは情報施設で販売できます。ツールタブからプライオリティパスを有効にするを選択し、専用の列を作りましょう。プライオリティパスを持っているお客さんは並ばずに先頭に進めます。プライオリティパスの行列の優先度を通常の行列より高く設定することで、プライオリティパスの価値を高めることもできます。ホテルにプライオリティ。ホテルにプライオリティパスを持っているお客さん限定の部屋を作ることも可能。それによりプライオリティパスの価値がさらに高くなる。なるほど。でこれね、開始早々もうなんか穴からなんか足いっぱいが出てるしね。これのせいでね、パークが潰れちゃったと。おー、面白い形してる。面白い形してるパークだね。これ何？どこが入り口なの？どっからみんな来てんのこれ。え？これがなんかのアトラクションなのかな？すげえ行列並んでるけど。2人の清掃員を雇うのと整備士を雇うのと、最終的に5機のライドを立てる。まあスタッフからじゃあやっていこうかな。すぐできそうだしね。清掃員を雇うと、整備士、あ、間違った、3人やっちゃった。整備士も2人雇うと。あとエンターテイナーってなんだ？こういう人たちのことかな。こういうのとか。こういうのか。で、あと5機のライドを立てると。これちょっと、面白い形してるからね。5機のライド。ジェントルライド。
ぱい音あるね。ループ。おお、はいはいはい。なるほどね。世界一周。これ観覧車か？ああ、観覧車だね。観覧車はさ、なんか、こういうところとか？ああ、なんか微妙だな。なんか高いところに建てたいの、観覧車って。ああ、じゃあここら辺に建てて、ここら辺に建てて、こう、観覧車からも、この、なんか謎の足見えるようにすると。これは、どうなんだ？この斜めってていいのかな？あ、ちゃんと地面が。せり上がったね。で、入り口と、出口。で、行列。どれだ？色合わせたいな。あれ？ないな。これも違うよね。まあ、いっか、これで。ドンと。よくやった！で、以前のように順調に進んでいるな。2機のライドを立てるがクリアと。来園者たちはライドに乗り、清掃員も乗りに乗って。違うか。まあ、とにかく、よくやった。よくやったぞ。そうね。クラーケンに食べられる人もいないし。その通り。私たちの知る限りではな。で、これを、稼働させて。あら？この道大丈夫か、これ。すごい、すごい道になってるけど。で、今293人だから、これを1000人超えさせなきゃいけないと。どうすっかね。ライド。コースターいいじゃん。こういうのとか、なんかこの、うわー、すげえな。やっぱあれか、ぶつかっちゃダメなんだよ。やっぱこのクラーケンのところにはできないのか。まあ無理だよね。となると、どこならできるんだ？ポスター無理なのかな？このシナリオは。例えばこういうのでも、なんか厳しそうだね。ポスターは無理か。トラックライト。こういうのもちょっと無理なのかな。じゃあ普通のこういうライドか。できるだけね、この緑の、多い、緑もしくはオレンジかな。あ、スリルライドね。これをな、これをこの、じゃあちょっと高いところに立て
くる。で、入り口と出口と。で、入り口が、あ、間違った。入り口が、あれれれれれれ、これ繋げらんないのかな、繋げらんないのか、これ削除、あれ参った、こうしときますか。で、入り口、あら、あー、こんぐらいしかできねえのか邪魔邪魔だな。編集、いいんじゃないですかね。で、オープンと。もうすでに585人来てるからね。あと2機かな、2機のライト。ということで、あと何じゃおこうかな。吐き気、吐き気、あー赤いのがあるね。まあシンプルにこういうやつでいいか。つまんなそう。あんまり面白そうじゃないね、これ。こんな感じかな。で、出口つなげて、あんまり行列が、町行列作れないけど、いいかな。ダメかな、もしかして。あ、短すぎる？やっぱり。こんな感じで。で、
出口はすんなりと、トン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 、よし、これでオープン。よし、あとは5匹のライド、あと1個。このそばにでも作るか。まあ別に5基以上作ってもいいんだと思うけど、なんか赤いのばっかだな。なんか似たようなやつだけど、こんなやつを。入り口と、出口と、待ち行列。これにつなげちゃうか。あ、いいじゃん。そのままね、なんか始まるみたいな感じ。うまくいってるみたいで頼もしいよ。整備士を雇うと聞いて安心した。お客さんの車両がクラーケンのそばで故障するようなことがあってはならないからね。クラーケンの黒歴史を考えたらなおさらだ。はい、これで怪物の目覚めシルバー目標をクリアしました。出口がないんで、出口をここに作りま、あ、ダメか。またしてもダメか。ちょっと崖ってあんま融通きかないのかな。ダメかな。起伏がありすぎてダメ。おお、こんな感じだね。よし、これでオープンと。これで5機、もうでも858人も来てるんだよね。もうこれ人気だね。じゃあ、ちょっとお客さんの声を見てみようか。トイレがない。トイレ。トイレ。一番奥にトイレあるって不便っぽいけどな。あとはドリンクショップ、フードショップね。ドリンクショップ、フードショップ、こっちに作るか。じゃあドリンクショップ、フードショップ、ビーフ所長ね。お約束のビーフ所長。
フールド。あんまりすげえ遠くて使いづらそうな遊園地だな。お、あと100人だ。なんかもう行きそうだな。あとはが乾いた。あんまり見るものがないね。疲れた。ベンチですか。アドベンチャーベンチ。トイレ待ちのね。人を。トイレに行ってる人を待つためのベンチ。長いね、この距離。と、食べてる。飲み食い用のベンチ。3つぐらい置けるか。置けないか。3つぐらい置いて、いいね。さあ。お、927。どうよ。これちょっと進めてみようかな。ん、増えてってるね。行くんじゃないですか。あ、もうちょっと。あー、あと9年。あと9年。おいた。さすがだ。パークの仕上がりは最高だ。あのエンターテイナーたちのおかげでぐっと華やかになった。サクランボのようにパクッと食べられなきゃいいけど。友人、君の言う通りだ。よりによってここで働いてくれるとはなんて勇敢なんだ。はい、じゃあ最後これに乗ってお別れしますか。これだけの人が来てるね。隣は誰かな。めっちゃワクワクしてるよ。走れ。くぅ、これまだ途中なんだよ。あ、これ結構高いかも。不意打ちで落ちるっていうね。はい、それではこんなところで終わりたいと思います。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。